どうも、瀬戸です。どうも、瀬戸です。どうも、瀬戸くるんです。皆さん、ゴールデンウィークの5月の最初といったら何の日か知ってますか？アパルトヘイトの日。アパルトヘイト、誰が1994年やお前知らんけど誰がコナン君の誕生日でしょ。そうか、そうなんですか。今回はちょっとコナンに関する企画をね、我々ちょっと用意しました。ということで、やっていきたい企画、理系 YouTuber ならコナンより早く推理解ける説。バーロー、当たり前だろそんなのお前。それから今回ですけど、アニメのなんかの事件が題材になって、それの情報がちょっとずつ多分ね、開示されるような問題が作られてます今。はいはいはい。まあ大体1時間ぐらいかなって思ってる、正直制限時間は。それで我々はそのコナン君の推理通り犯人が解き明かせるんじゃないかというね。はいはいはい。じゃあそんな感じでやっていきたいと思います。ということで、メイケンタイカーセロー with ピアノ線。ピアノ線出てくる2000円。やばい、お、すごい。おお、すごい。184話。呪いの仮面は冷たく笑うからの挑戦状。もうすでにヒントやね、これ。だからこのヒントでもコナン君に与えられてないですけどね。間違いない。この事件まとめると、この事件まとめると冷たくコナンでした。あらすじ。交通事故維持救済のチャリティーショーに出演することになった小五郎は、コナン、なんと共にその施設がある須王ベニコのパーティーに招待された。彼女の生活に向かう途中、ドールの真ん中に倒れた時に、須王ベニコのチャリティーに協力するな、後悔するぞ、呪いの仮面の使者、というメッセージが貼ってあった。なんか小学生かよ。この像、これクレヨンしんちゃんじゃん。クレヨンしんちゃん、像の言い方クレヨンしんちゃん入ってる。到着すると、同じくチャリティーへの招待を受けた各界の著名人が続々と姿を見せた。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、このタイミングで死ぬやつ当ててみへん。相川桃也じゃないですか。相川桃也、相川桃也は死にそう、こいつ。俺の予想、相川桃也とこの須藤紅子死ぬ予定、俺の中で。プロ野球選手ホームランをやって、これも松平守る。確かに。写真家、世界を旅し、美しい風景を写真に収め続けて。だからみんな有名人だよね、これ。だから内部はね、東西に、あ、仮面の間が真ん中にあって、これなんかあれね、シンメトリーになってるんや。これ怖くない？これ左下の仮面たち、何ショジョブルーの仮面。あ、僕もう見えました。彼の遺体のそばには200枚の仮面が返り血を浴びて散乱し、まるで仮面が生き血を吸ったかのように見えたというって書いてあるじゃないですか。これ殺人現場、こんな感じになります、きっと。だって、じゃなかったらこのくだりいらんもん。そうっすね、間違いない。やろうな。俺ら推理とかじゃないよ、もう。上の絵になると、仮面が勝手に一人歩きすることがあるため、それを防ぐため、仮面の前に通じる東西の仮面に鍵をかけるつけたくなっていた。これ多分、誰かが仮面動かしてんねんって。この犯行の練習してた可能性ない。でんがさ、事件起こるって思ってますけど、まだ事件起こるとは分かってないですから。まだ事件起こるとは分かってない。次行こう。次行こう。何も起きてもらって次行こう。あ、事件発生。事件発生した。小五郎ラウコナンの部屋に内線電話がかかってきた。シャ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 。誰だお前。誰だお前。呪いの仮面の使者。呪いの仮面は地に植えている。生贄は誰だ。なんだと。急がないと間に合わないよ。あ、次出てきた。戸締まりを確認した後、玄関に鍵がかかってる。電話の犯人は屋敷の中か。あ、仮面なくなってた。あ、やっぱり仮面なくなってる。はい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 。次のやつ見たらさ、まだ生きてんだよ。あのみんな騒ぎを聞いて駆けつけるって書いてるから、まだみんなお前生きてるけど。でもこいつ死んだよ、63歳の人。あ、お前。窓を割って中に入り、死亡を確認する。部屋の中に仮面が散らばってる。内側から鍵を開ける。だからさっきみたいになったやん。さっきの推理やってんじゃん。さっきの推理通りさすがに。推理通り、はい、推理開始。あのもう何このゲーム、なんか出来の悪いブラウザゲーム遊んでるみたいな感覚。間違いない。はい。あ、殺害状況、はい。喉を殺害状況で。あ、なるほど。おお。現場は密室状態だ。僕が開けるまでドアを開く。何件か二重に鍵が開けられたよ。睡眠薬は睡眠薬を服用していて、自らの犯人を招き入れるとは考えられない。遺体に抵抗した跡もありませんね。
こいつら、あの、警部フッカル説ない、こいつら。こいつらって、管轄ではないけど、こいつら、どこが管轄だよ。もう一つドアがあるが、釘で打ち付けられていて、開けられた形跡もないな。窓もはめ殺しで異常なしか。ドアの上には、ランマがあります。これ相当むずいよな、これ。これだけで考えれるんだよ、これ材料として。これわざわざこれ問題作るときに欄間があることを書いたってことは、はい、この欄間から多分糸でも通すんやと思うで、ね、そうなんですよ、それ使うしかないですよね。外からは殺せんや、さすがにナイフやと。まあでも、はい、レオンやったらシュッてやって皿皿にこうやってピルってあの手にやったから、はい、レオンさんやったらいけるいけるかもしれない。レオンさんやったらいける、確かに。レオンさんやったらいける。それで金の松平だけ、多分さすがに。そうっすね、そうっすね。あ、来た殺害状況。バッツ、あれやばい、なんか終わった、なんか切れた、やばい、ちょっと待って、一人死にそうなやついる。仮面の呪いかかってるやつ、一人仮面の呪いかかってるやつ、仮面の呪いかかってる。今お前じゃないねん、お前死んでるやつ。あ、なんか出てきた、なんか出てきた、なんか出てきた、やばい。じゃあどっちに止まってたか大事かもしれへんねや、もしかしたら。大事ですね、それ大事やん。ちなみに東と西逆やけどな、これちょっと。まあ逆から見てるんだ。確かに気づかなかった。結構逆やけどな、これ。凶器はベッドのベッドボードに突き刺さっていました。なるほど、柄の部分にも血がついてるのが妙ですね。柄の部分にも血がついてるんですよ、これやっぱ、これやっぱ投げてたから、これ投げてるから、投げて当てたから、投げてるやん、これ完全に完全に投げてます、これ。1枚だけ大量に血がついてて、他のものは口の周りだけ血がついてたって、これヒントちゃん。あれちゃん、仮面をめっちゃ縦に重ねたんじゃん、分からんけど。いや、そう思う、俺もそう思った。あ、それ思いました、それ思った、俺口からないから、ね、そう、あ、最初の一番被害者に向いてるやつだけ目全面につくけど、あとは口元だけついた。そう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 、そういうことです。あ、もう確定ですよ、それ。あ、もう解けました、意見。あ、来た。ランさんが呼びに来る前に自分の部屋に出ていました。その後、厨房の壁にある鍵を持って仮面の部屋に向かいました。古い鍵なので手を開けることはできません。実質で寝てるけど、騒がしくなって起きたんだよ。あの子らが誰々を起こしに来たのも気づいてたぜ。出た、過去の事件。20年前の事故の調査を依頼されました。写真家の奥さんが亡くなった事故です、心当たりは。ミュージシャンのお母さんが事故を起こしちゃったのも20年前だよね。20年前だよね。よくこんなこと言えたな、ほんま。よくこんなこと言えるよな。これで分かった、やばくない。あ、僕分かりました、僕分かりましたもん。まずこの相川東也さんのお母さんがこの周防さんの付き人をしてたと。これ実は、ひき逃げを起こしたのは、本当は、スオさんなんすよ。スオさんなんすよ。で、それを、お母さんのになすりつけて、それの恨みで、殺すっていう。だから、アイカーが犯人ってこと？いや、だから、アイカーが犯人なんすよね、これ。トヤくんがね。トヤくん犯人。あ、でも、俺は片桐かな。なんか、アイドルグループの誰推しかみたいな話になってきますよ、これ。なんか俺カズノかな。あれちゃん、分かった、はい、ランマから仮面の中に入れていったじゃん、1枚ずつ糸通して。分かった、再生みたいな。1枚ずつ再生みたいな感じで、ランマから1枚ずつ横に入れていってピンポンだった、ごめんなさい。でナイフに紐通して、仮面にも紐通した状態でランマから1枚ずつ入れていって、でも紐引っ張ったら全部繋がるっていう。皆さん、はい、何のトリックか分からへんねんけど、はい、このタイミングでコナンの衣装が届きました。ちょっと着替えてほしいな、ぜひ今着替えてほしい。いや、でもデカさんやっぱランマ使うじゃないですか、どう考えても。ってことは東側にいるやつがやっぱ犯人なんすよ、これ。ランマ使うってことは、ランマって東側しか行けへんか。はい。これむずっ。まあ、よくよく考えたら、うん、俺たち学歴買ってるはずなの、犯人に。ってことは、はい、思いつくはずなの、はい、思いつくはず、確かに。じゃあまあ、一旦我々の回出しますか。まあでも俺も東の人かなと思うから、その相川さんでもいいかも、はい、もう相川さんですね、これはもう。こいつの動機は、お母さんが事故したけど、本当はお前が犯人だったんだよ、はい、みたいな。あ、そういうノリです。そういうノリで、剣がまず先頭にあって、はい、で、仮面がバーって200枚縦に並んでて、それを1枚1枚入れてって引っ張って、なんか被害者死んだみたいな。なんか被害者死んだ。マジでリスク高すぎるやろ。
じゃあそれでボコさんお願いします。僕採点でいくと、はい、皆さんの推理は、はい、80点です。おお、すげえ、すげえ、きた、すごい、すげえ、きた、すごい、すごい、そんなとこまでわかるんやって思ってましたね。そういうことか、どういう髪型。マジでマジで安っぽいアプリやなこれ。犯人は、通れ通れ通れ、ほら、犯人通れ、ほら、ランバと仮面を使ったトリックだったんだ。まずゴム紐の先端にナイフを取り付ける、そしてゴム紐を仮面に通しながら仮面をランバから入れていく。全部入れてゴム紐を引っ張ると喉元にナイフが届くんだ。ほら、すげえ、当てる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 。犯人はアリバイ証言の時に変なこと言ってた。自室で寝ていたけれど騒がしくなって起きたの、あの子らが起こしに来るのも気づいてたぜって言ってたけど、僕は戸締まりを確認していたから、うん、蘭姉ちゃんとは別行動だったんだ。どういうこと？おじさんの指示を直接聞いて勘違いしたんだね。あの子らっていうのがだから蘭とコナンを指してるってちょっと読めへんかった。いや、そうだ、確かに。だから、まあ、動機やな、動機、あと動機ありますよ、動機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 は20年前の事件だね。東亜のお母さんは本当の犯人じゃなかったんだ。マジか。キム神谷、マジ言ってる、マジ言ってる。スノーの罪をかぶさないでしまって、その恨みを晴らすための犯行だったんだね。やば、俺当ててるやんこれ。いや、キムやば、お前やばこれ。まあまあまあ、でも辻褄全部当てたよ。80点じゃないわ。当てました、当てました。満点クラスの推理してた、正直。満点クラスの推理してた、正直。はい、ということでね、概要欄にあのメールアドレス貼ってるんで、そこに事件の依頼あったらぜひお願いします。